日本人メジャーリーガーが所属している球団、弱すぎる。エンゼルス、ア・リーグ西地区3位、大谷翔平、アスレチックス、ア・リーグ西地区最下位、藤浪晋太郎、レッドソックス、ア・リーグ東地区最下位、吉田正尚、ブルージェイズ、ア・リーグ東地区4位、菊池雄星、パドレス、ナ・リーグ西地区4位、ダルビッシュ有、カブス、ナ・リーグ中地区3位、鈴木誠也、メッツ、ナ・リーグ東地区3位、千賀滉大。どこもワイルドカードすら無理そう。これだけメジャーリーガーいるのに、誰も上行けなさそうとかマジですかい。日本人選手集めてチーム作ろうぜ。あんだけネタにされてるエンゼルスで、一番マシなのか。オーク以外ワイルドカード可能性まだあるやろ。レッドソックスって名門じゃないの？なんでこんなことになってるんや。勝ち越しでも最下位は激戦区すぎやろ。30勝29敗で最下位なのか。レッドソックスは貯金ありで最下位なのか。エンゼルスはレンジャーズとアストロズがいる限り、ワイルドカード無理っしょ。大谷さんお疲れ。特にアストロズとレンジャーズは投打で強いな。穴がないというか勝てたらラッキーレベル。パドレスはメンツ見たら最強なのに。というかレイズ、レンジャーズ、アストロズが強すぎるわ。多分ここらがリング持っていくわ。ツインズの前田健太忘れんな。前剣外すなよ。アスレチックスなんなんだよこれ。ア・リーグはアスレチックスと中地区以外は強いぞ。アスレチックスが下方向に飛び抜けすぎてて、感覚がおかしくなる。千賀は中5、中4適応するの苦労してそうなのがわかる。こんだけ日本人いて優勝争い誰もしなさそう。